弟の夫、星4。バラ漫画界の大御所が格ゲーってこういう人たちなんだよって部分と、ジパングが持っているゲーに対する偏見ってこんな感じという部分を書いた漫画。バラ漫画ではないので、アースルシーンはない電車内でも読めるゲーを理解できる学習本。主人公の住宅を管理して生活しているオスのオトジャがガメをベラしてしまい、そのオトジャの夫であるカナダ人が兄と娘の家に現れて、そこでゲイとノンケとノンケの娘が暮らすというシナリオ。ノンケで認知バイアスがっつり入っている主人公からしたら、弟の性癖がゲイだったことも受け入れられないし、そのゲイの旦那を家に泊めるなんてのも本当はしたくないだとか、一般的な認知バイアスを持っているノンケの考え方の描写がとてもお上手でありべね。ゲイとか腐女子とかノンケと同じクソ袋なのぜ。うちらおまんじゅうからしたら、ゴシアンが好きなのか粒アンが好きなのかの違いでしかないのぜ。ただよくわからないんだけど、昨日何食べたでも同級生が好きなメスのアイドル誰とか聞いてきて、自分はゲイだけどその会話がとても苦痛だったってシーンがあるんだけど、好きなアイドルが誰とか聞くやついるのって感じ。霊夢はプロボッチのガチ陰キャだか、不運なのぜ。長年バラ漫画描いていたからこそできるメスの作画がクソ下手くそで面白いし、とても勉強になる漫画。BL 専門のメスの漫画家もメスの作画クソ適当なのぜ。それがいいのぜ。